なぜでしょうね。はい、ちなみに今の意味分かったという人やっぱり意味分かんないけど何が起きるかなって思った人ありがとうございます。意味は分からないけどワクワクした、これが連れて行ってくれる未来についてお話しさせていただきます。外でもやってますさっきでね、ジャンプ入れて50回ぐらい、ジャンプ入れなくて30回ぐらいですかね。これね、実は1万回やってるんですね1万回おお。1万回やるとね、どこがどうなると思います？その後の打ち上げとか箸持つ時どうなるか知ってます？お刺身持てないんですよで、これをね、SNS でやりますって言った時にプロのカメラマンが興味本位で撮りに来てくれたりとか、あとこれ実は手でカウントしてるんですけど10の位が1000回もあるんですねそうなんですよ、10の位1000回もある、間違えちゃうんですよね。で、僕だけじゃない、これをしてるのは毎日1万回したい人、実はこの中にもいるかも。でも勇気出して挑戦してくれた人いました。西宮北口ターミナル駅ですね、そこの駅前で恥ずかしいなとかって言いながらやってる彼だ。最後100になるともうこんな表情彼はね、全部毎回コマニチっていうスタイルでやってるんでね、結構大変だと思うんですけどでも結局彼らもね、大体 3,4 時間かけてコマニチ1万回達成しました。すごいですね。こうやっていろんな人巻き込ませていただきながら一緒にしているこのコマネチ、実は勝手にやってます。誰かにコマネチしろとも言われてないですし僕これやったからって1円も儲からないんですよ。実はもちろん仕事でもないですし、本当生産性がないって感じですね。でもじゃあなんでしたんだろう。それは意味は正直わからないんですけど、ワクワクしたから、ワクワクしたからなんじゃないかなと思っています。で、僕会社に入った時にすごく、いい会社だったんですけど、正直仕事がちょっと合わなくてですね、自分の人生で何だろう、自分が人生かけてやりたいことって何だろう、そう思っていろんな、意味は分かんなくてもワクワクすることをいろいろ試してみました。でその結果、お金になること、海外から服を買い付けて日本で売るとか民泊とかいろいろやってみました。お金になるのになんかやりたくないなって思うものがあったりとか、逆に全然一銭にもならないのにずっとしたいって思えることもありました。他にも昔画家さん、俳優さん、芸人さん、すごく僕は憧れがありました。なんか夢の発表会で言う夢っていうわけじゃないんですけど、実はちょっと気になるなとか、なんか M1 とか見るためにかっこいいなって思っている、そういったちょっとしたことってあると思うんですよね。でも思いっきりそういう方向にキャリアを振るってわけでもなく、でも社会人になってふとそういったものも挑戦したいなと思って、仲間と共に M1 出たり、劇団ひまわり入ってみたり、1時間の即興劇をしてみたり。でもこうやって意味が分かんなくても勝手にやってると、思いがけないことも起きるなと思っています。僕はずっと絵が好きで、でもクラスで一番うまいタイプではなくて、僕よりうまい人もいました。でも自分の中でちょっとずつ絵を発信して SNS でアップするっていうのを試して、そうするとある時急にですね、僕の絵を買いたいっていう人が現れたんですね。僕は美大も出てないですし、僕より上手い人はいっぱいいる。まさか自分が絵が売れるなんて思ってもいませんでした。そして一度それを経験すると、じゃあもっと実はいけるんじゃないかな、自分の可能性にかけてみたくなる。そこから何十匹ものワンちゃんだったりとか、赤ちゃんが生まれた時に絵を描かせていただいたり、お誕生日に描かせていただく、そういう機会をたくさんいただきました。はい、勝手にやる中で気づいたら望む未来に近づいていました。でも絵がたくさん売れたとしても、例えば1枚3万円だとしても、会社の給与ぐらい稼ぐのって結構大変ですよね。でもともと会社辞めようかなと思っていたんですけど、やっぱ辞める勇気が出ず、でもなんかこのワクワクしてる毎日、これなんかこっちな気がするんだよなという感じがありました。そこで小さく勝手にやってみました。会社辞めたことがある人の話を聞いたりとか、絵を売ってる人の話を聞いたり、海外で絵を売って活動している人のブログを見つけて、その人に問い合わせてみたら、意外と大阪にいて会えたりとか。その中でですね、僕は2016年クラウドファンディングというものに出会いました。クラウドファンディング、当時まだあんまり支援する文化があまり根付いてないタイミング。もし僕このクラウドファンディング成功したら、ちょっと思い切って会社辞めて海外挑戦してみようかな、そう思ってまずページを立ち上げてみました。ちっちゃくですね。でもちっちゃく立ち上げたもんなんで、最初2週間誰にも言えなくて、なんか僕は勝手にやってることでお金もらうの申し訳ないなと思って、2週間ずっと支援額なんとゼロのまま。それそうですよね、誰にも言ってないのでそうなんですよ。でもしそれが成功しなくても、僕は元の生活に戻るだけかとも思いました。逆に言うと、もし僕がこれをしなかったら誰もしないんですよね。命令もされてないし、勝手にやってることなので。一度そう思ったら、あ、これは一回せっかくならやりきろうと思って。で僕は美大を出てない、結婚していた、アートのバックグラウンドがない、そんな僕が海外に行って路上で絵を描いて売ってきたら、いろんな人が勇気づけられるんじゃないかなと頭が切り替わりました。いろんな人に応援してください、応援してくださいって言えるようになってきて、気づいたら最終的に70人70万円集まって、自分で貯金してた部分も含めてオーストラリアの路上で絵を描いて売る、そういった生活ができました。前情報もあったので、1日だいたい5000円から3万円ぐらい売れたりするんですよね、都市によっては。でこの小学生の子、これ手に僕のポストカード持ってるんですけど、小学生の子たちが僕の路上の前で「わー!」とか言って財布からお金出してくれて、ポストカード買ってくれたんですよね。うわ、なんかしがないし、なんか本当なんかね、違うおもちゃとかね、いいベイブレードとか買ったらいいのにとか思うんですけど、ベイブレードないからそうっすね、思うんですけど、でもその文化に驚いて、でさらにね、いろんな成功体験積む中で、よし、じゃあ僕はオーストラリア一番の都市シドニーでもやっていける、そう思って行ってみました。そうするとシドニー、実は路上結構 NG で、ブルーシート開いては警察が来る、なんかもう僕を途中マークしてる感じなんですね、なんかみたいなこれ待ちみたいな最終的に向こうで、まあ、物価も高い、本当水が3ドルとか4ドルとかするんで、で向こうでお金がなくなっちゃいました。途中食いつなぐために路上で出会った人におごってもらったりもしましたし、路上で出会った人に泊めてもらうこともありました。で路上の仲間にちょっと教えてもらって、違う都市に移動してちょっとお金をプラスにして帰ることができたんですけど、その経験が怖くて、まあ、すぐ逃げるように帰ってきましたね。ただ日本でも、まあ、ちょくちょく依頼いただくんですけど、やっぱり一度依頼いただいても次またあるか分かんない。だからコンビニとか行ってもなんかチキン買うのもためらっちゃうぐらいやっぱ怖いんですよね。もう一度会社に入るかな。僕はもともと会社を辞めてスタートしているので、この会社にもう一度入るっていうのはなんか自分の中では負けな気がしていました。でも背に腹は変えられないと思って自分で調べてみる。そうするとですね、あれでも意外と面白い仕事もあるんだなということにも気づきました。そして何より一番驚いたのは、これまで僕が勝手にやる中で気づいたらさまざまなスキルを、物を売る、ブログで発信、 SNS、 クラウドファンディングを当時したことある人はそんなにいませんでした。イベント企画で、それらスキルが僕が魅力的だと思う仕事先からも魅力に感じてもらうということに気づき、その結果起業したいと悩んでいる初期段階の方の相談を受けたりとか、そういった方のイベント企画をする。あとはアートの経験、いろんな方々と出会っている経験から、子どもの習い事の授業を立ち上げであったりとか、今でも関西学院高等部のアートの授業を持たせていただいたり、そういったご縁にもつながっています。さらにちょっとこの何でしょう、コマニチとかしているところからはあんまり想像がつかないかもしれないんですけど、そういう意味ではアーティスト活動はしているんですけど、それ以外にも神戸市の職員をしているんですね。神戸市の懐の大きさすごいですよね。でもここでも実は勝手にやるがすごく生きていまして、ある意味測れない指標を扱う上で勝手にやる、すごく僕は生きているなと思っています。でこれら、僕が絵を描き始めた時、会社を辞めた時、その時には想像もしていなかったんですけど、確かに自分の望む未来がそこにありました。それに連れて行ってくれた、意味がわからないけどワクワクした、これも公園で一人でコマネチやってるんですけど、ジャンプしてますね。しかもね、一人ですよこれ。これはちなみに仲間はいません、この時は。そのでも意味がわからないけどワクワクしたをちょっと分解してみます。意味がわからない、例えば年収、給与、成績、指標で測れるものっていうのは比較的意味が分かりやすいと思うんですよね。でも嬉しいとかワクワクしたとか、自分の個人的な感想、これは指標で測れない、それが意味が分からないっていうものに内包されていると思っています。じゃあワクワクしたとは何でしょう。ワクワクしたは自分の感性が反応している、つまり自分の感性が示すオリジナルの未来への予感なんじゃないかなと思っています。じゃあもっとワクワク信じてあげた方がいいんじゃないかなと思っています。見えやすい指標、分かりやすい指標、どうしてもそっちに行くかもしれないですけど、そうじゃないもの、あとは周りの目とかですね。痛いと思われるかもしれない、でも痛いと思われてもやり続けてる人、一番ワクワク信じてるなと思います。でも同時に勝手にやるっていうのは自己責任でもあります。僕みたいにお金がなくなったりとか、リスクは自身で管理しないといけません。だからこそ小さな勝手にやるからだと思っています。例えば映画監督に昔なりたかったなら、誰にも見せないでワンシーンだけスマホで撮りに行く、そんなのでもいいと思います。これ実は僕口で鉛筆持って絵描いてるんですけど、これも本当やりたかったからやってみたんですよね。よだれも出ますし、紙もめくれる、なんかね汚い絵も出来上がるんですけど、でもちょっと楽しかったりします。でもそうやってちょっとずつやっていくと、次第にまた発信したくなって、見てもらって、予想外のことも起きて、それが次第に大きくなって望む未来に近づくと僕は信じています。最後に、最後の最後っていうこともあって、ちょっと皆さんも実はさっきちょっとコマにしたかった人いない？いない？どっちでも大丈夫です。したい人は座りながらでもちっちゃくリトルコマネチしてください。そうじゃない人は手拍子でも嬉しいですし、あとはコマネチって言ったらコマネチでもいいし、棚からって言ったらボタン持ちでもいいですし、どんな形でもいいです。座っててもいいですし、ここから皆さんの勝手にやるの空間、一緒に体感できたらなと思っています。いいですかね。じゃあ皆さん、やりたいことはなんとなく頭に浮かびましたかね。それに合わせて一緒にコマネチやりましょうか。ミュージックスタート。ありがとうございます。こまねち、主にね、功は共になんで、お招き、お座りいただいても大丈夫ですし、立っていただいても大丈夫ですし、ありがとうございます。本当に嬉しいです。暑い小招きでいや最高、小招きでこんな人が立つことあるんですね。嬉しいこんな中で真面目な締めくくり、すごいですよね。意味わかんないですねでもその意味わかんないっていうのが結構でも楽しくはあったんですよね。楽しい、意味わからないけどワクワクするもの、やっぱね指標で測るのすごく多い。あ、そっちが分かりやすい、切り取ってあげる、いろんなものにこう載せるにしてもやっぱ分かりやすいもの、指標になるもの、そういうのがすごく出てくると僕は思ってます。だからこそ指標にないものを信じる人すごくかっこいいなと思うし、僕自身もそうでありたいと思ってるし、自分自身がワクワクするならそれは自分の心が確実に反応してることだと僕は思ってます。でそれはみんなオリジナル、みんなの個性だからこそ、それぞれのワクワク信じて、それぞれの望む未来に、そのために一緒に勝手にやる、できたらなと思ってます。ありがとうございました。